バッテン、アカネマリーです。バイトから帰ってきました、アカネマリーです。手を洗って、うがいをして、汚っ。ご飯を食べます。うわ、美味しそう。お母さんの手料理やっぱ最高だよね。やっぱうまい。今日は、ささみと、なんか、ガレットじゃなくてなんだっけ、わかんない。もう私これ夕飯食べるときはちょっと行儀悪いんですけど、テレビじゃなくて YouTube 見ながら食べるのが大好きなんです。もうじゃないと私のルーティンこれ。夕飯を食べ終わって今からお風呂に入ります。もうお風呂で歯磨きとかメイク全部落としちゃって、やーん。お風呂から上がりまして、すぐに肌が乾燥しないようにとりあえず何か塗ります。これはたまたま今日は豆乳イソフラボンっていう、豆乳イソフラボンさ、うちマルチ商法に引っかかった時にさ、これは絶対使わない方がいい、石油とかなんかめっちゃ肌に汚い油使ってあるから絶対使わない方がいいとか言われたけど、普通にいいし、いいから使ってます。そのマルチ情報に騙されてダメだよみんな。お風呂から上がった後はこのニベアのボディクリームを使って、一応マッサージっていうか、テレビ見ながらマッサージ、ストレッチみたいな感じでやっていきます。そして歯磨きです。次はまたね、歯が痛くなってきて、やっぱちゃんと鏡見てやんないとダメですよって言われて、歯磨きの仕方を教えてもらいました。歯間ブラシでもしろって、血が出るぐらいまでやれって言われて、なので毎日血出しながら歯茎やってます。あ、髪を乾かす前にこのパンノールボタニカルなんとかを顔に塗ってからドライヤーします。じゃないと肌が乾燥するので、これは髪の毛塗るアルガンオイルを塗ってからドライヤーで乾かします。一番乾かすのだるいよね。だから携帯のストーリーとかもう垂れ流ししながらドライヤーする。もう夏のドライヤーほんとめんどくさい、暑いし、ダイソンのドライヤー欲しいな。はい、ニキビに塗ります。オールナイン、これ意外といい気がする。良くなってる気がする。何か困ったらオルナイン。そして22時はテレビを見ながら携帯見たり、まあ携帯見てます。自由時間、これは配信してますね。たまにポコチャ、そればあちゃんも持ってる、ポコチャの配信しています。たまにやりたい時だけ。23時からはもうずっと YouTube の編集するか、まあ疲れたら LINE とかインスタとか、まあ Tinder をちょっといい男イケメンいるかなみたいな感じで見たりして、眠くなるまでずっとそれを続けます。Thank you.